にほどけた長い髪、いつまでも手を振ってた。目黒通り横浜まで君を送った、その一人ぼっちの人、ラジオから流れてたセントラルパークのカボベア、ピアノを教える君と、ドーナツショップの僕はあの頃、誰にも祝福されず、愛を恐れで守ろうとしていた。ねえ、あんなに誰かのことを、ねえ、あんなにもう愛せない、君の夜とかを見せた。5年後の僕たちが心にうまく浮かばない、かかとを踏んだ靴でジェルの上を危なげに渡る、確かな場所へ二人たどり着けると信じていたね。ねえ、よろけて踏み外した時、ねえ、繋いだ手がほどけたね。ねえ、どうして愛したこと、ねえ、どうして結ばれない。